こんにちは、セラです。です、ムココです。今日は、じゃん、パン、パン大食いチャレンジ、イエーイ。パンを15個、はい、用意しました。はい、1人5個ずつ食べると完食です。おー、うん、あ、いけます。うちこれ、これ1個つけていい？あ、コーン、これコーン、コーンのちぎりパンですね。チョココロネ、デニッシュ、ピザ、パン、クロワッサン、え、ソーセージ入りパンじゃないの？コロネ、リンゴ、アップルパイ、カレーパン、レーズンパン、アンパンマン、美味しそう、美味しそう、ポテトサンド、明太フランス、ちぎりパン。じゃあ早速いただきます。いただきます。明太って珍しいんです。やっぱ大好きなピザでしょ。いただきます。はい、好きなだけ食べておくれ。あ、ちぎりパン、あ、ちぎりパンになってた。もう美味しそう。うん、これはこれだけじゃなかった。いここちゃんは3つぐらいいけるかな。うん、私は全部残り全部いけるかな。私は全部食べる。カレーパン、美味しそう。え、カレーパン、うん、食べれない。これだよ、うんうん、あれ、ライス、ライス以外はダメ。カツカレーとか、あ、無理、無理。カツカレーはめっちゃ美味しいじゃんね、うん、具なし。カレーのお菓子とかも無理。そう、無理。あ、その間にこんな、リココちゃん1個目もうすぐ終わりますね。お、2個目、お、美味しそう。ポテトパンです。え、食パン1枚だこれ、うん、ママも作れそうだ、うん、あ、シェルちゃんも1個目完食ですか。え、おっそこれ量あるよ、結構。シェラちゃん、2つ目は何選ぶの。ほうれん草ペンコ。シェラちゃん、完食です。1個目、これ何。シェちゃんの好きなフランスパンの生地だよ。これにしたいと思います。まだご飯切りします。最後の辺にこの辺ですか、うん、そうです。これで回ったら次これ食べたい。うん、うん、あ、ウインナーバージョンじゃない。買ったの、これ。フランスパンのって言ったじゃん。やっぱりこれも硬いと思う。うん、そうそう、触ってみ、うん、パンしてめっちゃ胡椒かかってるので辛いです。お腹いっぱいになりそう。うん、大丈夫。硬い、硬いよ。次これ食べます。はい、あ、もうデザート系いっちゃっていいの。一旦お口直しにこれ食べて、うん、またご飯系。あー、大きい一口、リコちゃんもう一口、うちよりいい、でかいと思う。お、おめでとう。2個目食べ終わるよね。伊勢うどんパンだったらこれが全部伊勢うどんパンだったら全部食べれる。あー、1個目終了り、完食。硬いね、これ。硬い、めっちゃ胡椒かかってる。うん、同じ味じゃない。うん、多分、あ、同じ形が違う。ソーセージかな、違う、うん、うん、はい、こちらです。これが多く、そしてリココちゃん2個目完食です。次は、お、ピザ、ほうれん草ピザです。あと甘いのとかしか残ってなくない。あれもカレーパン、うん、これじゃもう限界じゃない。2個目完食。最後の下にね、このアップルパイ食べます。でも私も次に食べます。早いもごちだからね。これ食べよう、うん、じゃあこの後にこれアンパン食べる。アンパンマン、アンパンマン。でもいい食べっぷりだね、リココちゃん。あ、頑張って、食べっぷりって言われると違う、硬い。顎が疲れる、うん、いいんじゃない、顎の運動になって痩せます、うん、うん、お、2つ目のパン完食です。おめでとう。じゃあ次、はい、もっとかわいいパップルパン、はい、周りにシュガーが飛び出す、うん、これ3つは食べれる。あ、食べれる。お、すごい、早っ。次はこれの予定。あ、カレーパンいっちゃう、うん、お、リココちゃん4つ目です。お、セラちゃん、ごちそうさまでした。3つ目完食。はい、セラちゃん次はカレーパン、お、食べます。はい、お、リココちゃん4つ目完食、うん、すごい、早い。お、ココミちゃん2つ目完食。遅い。遅い。いや、ちょっとやってみよう。これは。
なんだかんだもう言ったじゃん。ねえ。あ、復活。あ、そしてシエラちゃんいなくなった。リコちゃんもう5個目完食じゃん。うん、次これ食べたい。あ、こっちがいい。お、完食。パチ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 。まだいける。おお。じゃあこれ。1個目だこれ。え、人気な。これね、人気な。めっちゃいい匂いする。おお。お、すごい。一口つらい。食べんの？あれ、ここみちゃんまず一口じゃん。次はカフェロティ。お、食べるね。食べれるんだ。カレーパン一生懸命。あ、でもそれで5個でいいの？うん、そうだよ。あ、5個目やっと？うん。リココもう5個食べてる。リココちゃん6個目だよね。おいしそうこれ。リココちゃん残り一口。あれ？ここみちゃんは何パン？三つ目？三つ目？あ、でも短縮？あんた一口やん。やばいでしょって話だよね。リココちゃん6個目大丈夫。6個目完食です。おめでとう。すごい。リココちゃんまだ食べてます。最後の一口食べちゃいなよ。あとどんだっけ。チビ食べ。やばいやばいやばい。食べちゃいなよ。あんこ入ってないでしょ。まあ、一口食べないでしょ。大事に持って。これちゃんと食べてみよう。うん。せーので。なんで？まずくないよ、最後の一口ね。あ、せーちゃんも残りわずか5個目です。5個目か、うん、最後のこの1個残ってますけど、うん、食べたいっしょ。お、リココちゃん食べたい？ダメでーす。ダメでーす。ダメで。うちもお腹はち切れそう。3個だよね。リココちゃん6個食べたよね。うんな。最後に一口いくわよ。はい。てか、お疲れ様でした。はい、5個目完食。はい。お、リココちゃん7つ目食べてる。恐ろしい。クリーム入ってるとこは食べない。食べない。クリームだけ食べる。させるつもり。うち生クリームとクリームとあんこと、うん、ここじゃなんか綺麗なもの多いよね。あとテルテルソースだっけ。タルタルソース。あ、でもエビフライにタルタルソースとか美味しいよ。エビフライは醤油でしょ。エビフライや。あ、エビフライそもそも。え、エビの天ぷら派。残りリココちゃんのあとそれだけ。はい。今食べた。今嫌だったよね。食べちゃった。753。753です。13歳。うち3歳。ちゃんちゃん。じゃあちゃんちゃんのモノマネをしてくださいしてくださいよ。早くしてくださいよ。じゃあ3歳あるあるをしてください。言えないよ。あ、パパだよね。あ、パパ。あ、パパ。はい、モノマネ終わります。いや、ダメです、ダメです。僕も食べるですし。あ、じゃあ、タナちゃんのモノマネでもしてもらおうか。してください。食べるでしょーって言うね。それさ、イクラちゃんだよ。いやいや、タナちゃん。うん。え？遊ぶです。言ってる、言ってる。言ってる、言ってる。めっちゃ言ってる。遊ぶですっていうのはタナちゃんだよ。うん、イクラちゃんだよ。え、イクラちゃんって誰？はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、じゃじゃんとここはなくなって最後の食事はここ汚い。皮だけ食べました。惜しい惜しい。残念。もうでもここまで食べれるとはママは思っていなかったので、私も食べれると思った。はい、今日のところはこの辺で。今日のニャニャじゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい。
負けた人はグーだよ。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。 Twitter、インスタ、TikTok のフォローと LINE の追加もよろしくね。バイバイ、また見てね。チャンネル登録お願いします。こちらの動画も